はい、どうも皆さん、こんにちは。渡辺です。今日はですね、40代の方におすすめのまとめ髪についてご紹介します。年齢を重ねてくると、やっぱまとめ髪ってね、これで合ってんのかなと思ってね、難しいってね、思う方って多いかなと思うんですけど、今日は40代の方でもおしゃれに若々しく見えるアレンジ方法になります。若見えするポイントとしては、ズバリ前髪です。例えば普通にスタイリングをすると、こんな感じになると思うんですよね。結構隙間が出てきちゃう。なので、ここを埋めるようにスタイリング、もしくはここを埋めるようなカットをしていくっていう方法になります。もしね、もう隙間空いてしまう方は、今からやるスタイリング方法でやっていただければ、おしゃれに若々しく見えます。それでは、早速動画をやっていきたいと思います。まずブラシで溶かしていきます。最初にもつれを取って、綺麗に溶かしていきます。次にコテで毛先を巻いていきます。この時に内巻きでも外巻きでも全然大丈夫ですので、毛先をちょっとしっかりめに巻いてあげるのがポイントです。やりやすい方で全然大丈夫ですので、このぐらいの感じのカールがついてれば OK です。前髪もマジックカラーで巻いていきます。前髪の全体を取っていただいて、からで挟んで、で毛先からぐるぐるっと巻きつけていきます。で、角度的にはこう床と平行ぐらいの角度で OK かなと思いますので、これぐらいで巻き収めます。では次にヘアオイルをつけていきます。3プッシュぐらいでしっかりとなじませてから、毛先を中心にまずはつけていきます。で、ある程度毛先がついたら中間で、最後に根元向きにつけてなじませていきます。じゃあ次にまとめていくんですけど、まず遅れ毛を出します。お土産の部分の遅れ毛をだいたいこのぐらいですね、1センチ束ぐらいで下ろします。残りの髪の毛を、手ぐしでも大丈夫なんですけど、ブラシだったりとかで溶かしてあげると結構ね、綺麗にまとまってくれるので、お使いのブラシがあったらブラシでまとめていきます。はい、だいたい耳ラインぐらいのあたりでまとめていきます。ゴムで進んでいきます。で、この時に3周目で毛先をね、ちょっとお団子にしてこんな感じでまとめていきます。で、毛先の部分を結構ね、下にしちゃうとちょっと痒くなってしまう可能性があるので、少しね、斜め下この辺りぐらいですかね、に毛先が来るようにまとめてあげるとバランスがいいです。じゃあもみあげの部分を巻いていきます。ちょっと細かめにして半分に分けて外に向かって巻いていきます。では次に前髪のカーラーを外していきます。では次にほぐしていきます。まずね、この辺の部分を少し下に、耳をちょっと隠すぐらいで下ろして、その上の部分も少しだけ下ろします。で、指1本分ぐらい開けてちょっとずつ出していきます。ここの部分がペタンってなってないような状態になれば OK なので、この辺の部分を少し出して丸みが出るようにしていただければ OK です。お団子に丸めた部分も少しルーズ感が出るように3箇所ぐらいですかね、ほぐしていただければ OK です。お土産の部分も少し裂くようにルーズ感を出していきます。毛束を広げるようにやってあげると今っぽくおしゃれに決まります。で、次にちょっとね、指先にちょっとだけオイルを足して前髪を広げていくんですけど、ここの髪の毛がない方もいらっしゃるかなと思うので、こうすると隙間が結構空きますので、これをこの前髪の上の部分を横に広げて、こう、ね、隠すような感じでスタイリングをしていきます。で、この時に前髪にね、少し毛束感が欲しいので、オイルをつけてね、こう手先を広げてあげて、つまんであげるとツヤ感とバランスが綺麗になってきます。で、このね、前髪と横のこの髪の毛も少しだけね、下に揺らしてあげるとちょっとバランスが良かったりします。つなげてあげる感じですね。こんな感じでバランスが整ったら完成です。
はい、ということでね、こんな感じで、紹介させていただきました。で、前髪ね、こういう風に隠すような感じでスタイリングをしたんですけれども、隠れにくい方もいらっしゃるかなと思いますので、そういう方はね、ここの部分を前髪として、まあ、美容師さんでね、カットしてもらえたらいいかなと思います。あとはね、毛先をちょっとクリッと巻いて、お団子にすることによって、まあバランスよくルーズに決まっておしゃれになりますので、若々しく見えますので、ぜひその辺もやってみてください。今日もね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。